DJ ラブは日本の DJ。世界の終わりの DJ である。東京都大田出身。血液型は O 型。既婚。メンバーの深瀬曰く代表的なマスコット。ピエロのマスクをかぶっている。性格はオおらかで、メンバーからは象のようだと言われている。また、サオリは彼が怒ったところをまだ一度も見たことがないと自身のブログで述べている。 機材を選ぶ役目を担っており、メンバーの意図に合わせて音作りをする。ライブではエフェクターの操作やコーラスも担当する。2019年のツアー、ザ・カラーズでは DJ だけではなくドラムも担当している。バンド内では最も音楽に詳しく幅広い音楽を聴いている。中学生の時に初めて買った CD は、 レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンの作品で音楽活動を始めるきっかけとなった。高校時代、深瀬からこの曲がってなんていう曲、と昼休みに流れていた曲名を聞かれ、交流が始まる。高校3年の時には一度だけ学園祭でギターボーカルをしたことがあり、ノー FX の楽曲などを歌った。料理が得意で、かつて雑誌、ムジカで料理に関するコーナーを連載していたが、 家ではほとんど作らない。好きな飲み物はコーラ、趣味はフィギュアやおもちゃ集め。小学校4年生6年生までソフトボールチームに入っていた。トレードマークであるピエロのマスクはデビューしてから今までに何度か変えている。初代ラブから引き継がれたマスクが最初のマスクで、その後シブや CC レモンホールの公演の時にマスクが変わる。そして、 祈り発表の時にウィックのボリュームが増している。2018年9月20日、タレントの浦エリカと結婚したことがバンドの公式サイトで発表された。その後2019年8月28日、自身の公式ツイッターにて第一子となる男児誕生を報告した。ありがとうございます。